はい久保さんおは,おはようございます。朝、朝ですね、今度。いつも、なんか早朝というか、もう寝起きで撮ってたんですけど、ちょっと時間のタイミングをこの時間にしようかなと思って、朝のライブの後に撮るってすればいいんじゃないかと思って、<laughs> 今ね、ここなら間違いなくあ撮れるなと思って、ライブの後に。 今ちょっとね取り始めてるんですけど毎日どこのタイミングでやっぱり仕事をするかってすごい大事だなと思って、まあ、そこをねいろいろいろ今は自分の中で探りながらこうやってるところなんですけど前回ですねもう先行せよと2023年はもう始まってるということでね、この2023年、えーまあ、今年ね自分も塾を開いていろいろいろなね方と出会って本当に いいろんなな出会いがあっったなと思ってそこでねいろんな出会いでいろんな熟成さんのから学びすごい熟成さんだったりねこれからもどんどん伸びていく熟成さんだったりちょっとね気持ちが落ちてしまってちょっとこう躊躇しちゃったね熟成さんとかいろんなね方を見ることによって自分も。 こう,ならこうならなければいけないとかねあ、こうなっちゃいけないっていうね、そういうところまでもいろいろ見させていただいた1年だったかなと思うんですけど、本当にじゃあこれからどうやっていくかも YouTube で本当に稼ぎ続ける一発屋にならないためにですね、一発屋にならないために一体どうしたらいいかっていうのをやっぱり熟成さんからいろいろ自分学ぶんですよね。あ、こうやればちゃんとしっかり、えー、うまくいくんだなとん。例えばよく 一番わかりやすいパターンだと、まあ、ともかくく続けていくともちろんね毎日毎日続けるって大変なんですけどそこの部分をねできなくても最低限のことはやっていくとかねその日できなくても何もね変わらずまた次の日やっていくとかそうやっぱりあまりにこのリズムを変えない家ズムはどうしても崩れてしまうところをねなんとかこうとどめてまた続けていくっていうところ結局稼ぎ続けるっていうことは何かの作業をしていくっていうことなんで。 そこをねしっかりやっぱやっていっていけてる方っていうのはやっぱ強いなと思いますしあともう一つ、えー、その前の前で出てきた変化ですね変化変われる人はやっぱこれも強いなと思っていて何かこう取り組んでいますとで取り組んでる途中であこれもいいなと思ったらすぐ取り入れてすぐ取り入れてやっていく、うん、例えば昨日自分は AI のお絵描きお絵描きっていうんですかね AI アートですね。AI アート。これ面白いなと思ってます。ちょっと、この1ヶ月もないですね。本当に。最近ちょっとだけ注目は、注目手がちょっとしてただけで、あこんなものがあるのかっていうことでね、ちょっと昨日、久保さんからね、気になる男シリーズで AI アートっていうのがね、出たんで、あ、これはちょっとやってみようと思ってね、ちょっとやって作ってみたところがあったんでね。 あこれ面白いなと面白いなと思って2023年の何か形になるんじゃないかと思ってねすぐもうこれは取り組み始めようと思ってねもう動き出したんですけどこれはもう昨日の昨日昨日ずっとね調べていて自分の感覚と照らし合わせて、ね、自分の感覚と照らし合わせてどういう形でやればいいのかっていうところもいろいろ考えた上でねもうじゃあ2023年ちょっとこう AI アートっていうところもね少し 入れていこうと自分の中に入れていこうっていうところもこう考えてねいろいろやり始めたんですけど本当にこの YouTube を発信することそしてねさらに5年10年後にこうやっていくっていうんであればやっぱ目の前のこともしっかりやらなきゃいけない本当目の前のことも失敗やらなきゃいけないけど新しい価値観っていうのも自分で作っていかなきゃいけないっていうところもあってじゃあね新しい価値観ってやっぱなかなか入りにくいと思うんですよ自分の知らない情報なのでその自分の情報を自分で入れてそして やっぱ当然わからないですよね。わからないなんでわからないなりにも自分で調べてあとはもうここはもう最終的には勇気と覚悟になっていくかなと思っていてある程度調べてもうここから先はもう本当に自分のこの 思いになるのかなと思っていて、で、久保さんが前回の最後言ってたね、YouTube で稼ぎたいですとか、YouTube で独立したいんだ、YouTube で家族を養いたいんだ、ね、あと5年、10年先もね、ずっと自分のこう、可能性をね、自分自身の可能性をもっとね、開いていきたいんだ、みたいなね、そういう気持ちの時ってもうどうなっていくかっていうと、もう本当にどういう風に自分がなりたいかっていう、その思いだけかなと思って、当然ね、その思いで、思いだけ走って、 うんね、自滅しちゃまずいんですけどただね YouTube をやるってことは、えー、YouTube を見る側ではなくて発信していくそして発信していってさらに発信するだけじゃなくて稼いでいくっていうねこの発信だけで見るだけではないところから今度立ち位置が変わって発信するだけさらに発信するだけではなく今度は稼ぎ続けていくっていうねこのどん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 その領域としてはこう狭,狭い領域になっていくわけじゃないですかねそしたらやっぱり ぼーっとしてちゃダメなんですよね。ぼーっとしてちゃうもう時間がね、どん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 なくなっていってるわけじゃないですから、うん、なくなってい,くいってると思うんですね。えただね、自分の 思いでこう発信していく。発信できるようになったら、やっぱりどん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 、さらに、ね、その発信、発信力っていうのを高めなきゃいけないし、受信力っていうのも高めなきゃいけない。本当に発信力、受信力、高まってますかっていうところもあって、さらに本当に自分がお金を稼ぎたいんですかっていうね、その強い思いっていうのを本当に、えー、思う、思うだけでも、やっぱり弱いなと思って、ならやっぱ動いていかなきゃいけないと。 しっかりね、利益を自分は出していくためにね、じゃあ何をすべきかっていうところもしっかりこう、手に汗握るじゃないですけど、冷や汗ですよね、冷や汗をそう、背中に冷たいものがこう垂れるというか、そういうところも含みでね、これはもうやっていかなきゃ、やっていかないと自分がもうこのままあ潰れるんじゃないかと、で潰れる危険性と隣り合わせで、さらに、ではどういうところに自分が。 戦っていかなきゃいけないのかとかそういうところも本当に考えながらやっていかなきゃいけないし本当にこの自分と本当に向き合いながらそして自分と向き合いながらそしてねあとはまあ勇気というかもう本当にえ強い気持ちですよね本当にどうどれがうまくいくかなんて分かんないじゃないですかただから YouTube だってね皆さんがうまくいくよっつって うう、えー、うまくく本当にいいかかっていうのはんんないと思うんですよねでもうまくいってる人は少なからず YouTube はやっているこの現実は確実にありますよねで YouTube をやっていますと、ね、YouTube をやりながらそれで何をやってるかって言ってやっぱ新しいことをどん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 仕掛けていってると思うんですねえー、その総理今の総理がね検討ばっかり重ねるっていうことを言ってるじゃないですかね検討ばっかりしててもやっぱ当然ね検討も必要かと思うんですがある程度も調べきったらもう、まあとはもうその中に まあ入っていって、もやっていく。その中で入りながらこう覚えていく。自分も塾経営やっていって分かったんですけど、やらないとやっぱ分かんないなと。塾長になってみないと分かんないなっていうところがあって、それで初めていろんなことを学んでね、当然時、時には失敗しながら、それでもね、反省しながら、そして前に進む。そういうことが必要かなと。まあ、人生でその7点抜刀というかもう、うまくいかないこともうまくいかないことしかないと思うんですけど、そのうまくいかないことに対して、 えー、そこでまあ勉強するしかないですよね。もう自分自身が勉強して学んでいって、それで生き残る、生き残るかどうか分かんないなら生き残っていくしかないと。うん、まあ暗中模索とかね、合、え、理、ー、夢中とかそういうところもあるんですけど、もうそれをなしてビビってちゃ終わりですよね、うん。やっぱお金を稼ぐっていうところはね、寝てるだけじゃなかなかつかめないんで、つかみに行くためにはやっぱ自分から行動していく、うん、行動していく、そして 走っていくで危ない橋はやっぱ叩きたくないって気持ちは分かるしその石橋を叩いて渡るやりたいと思うんですけど石橋を叩いてからじゃちょっと遅いっていうことがあるじゃないですかやっぱ決断も鈍っちゃうと思うんですね特に会社とか見てたら思うんですけど確実になんかいろんなことを外目をね外堀をどんどん固めてようやくじゃあこれでよろしいですかって言ってこういろいろ動いていくわけじゃないですか会社は。 でやっぱりねそれを本当に自分でやっぱり決めてもうやっていくしかないかなと思っていて本当に、うん、でやっぱそういう人になってほしいしそういう人がやっぱ近くにいてくれると嬉しいですよねあやっぱそうだよねって言って、うん、やっぱどんどんやっていかなきゃいけないよねっていうそういうところの方がやっぱり増えていくと自分も本当に勇気出ますしねあこれはもうやっぱ歩みを止めちゃいけないなとこれやっていかなきゃいけないなっていうところもあるし そういうい本当にねこうそういう気持ちっていうのが大事かなと思っていてどれがね大事なのかっていうのは分かんないですよだって自分もこれがやってうまくいったって。 っていうのは本当自分がやってうまくいっただけであって他の人がうまくいったって分かんないんですよねこれは自分のこの性格とか生きてきたなんだろう感覚とかがあってうまくいったわけであってそれが他の人万人にうまくいくかって分かんないんで自分に合うものっていうのを入れてそしてやってみてあこれは合うなって言って合わせていく本当にこれしかなくて自分で掴んでいくしかないですよねそれは掴んでいく過程で当然うまくいかなかったりね、まあ、いわゆる怪我ですよね怪我うんケあ することとはいいっぱいあると思うんですよあこれうまくいかなかったなとかあ失敗したなとかあこれはもうやっちゃったなみたいなねそういうことあると思うんですけどそれでもねなんとかねこうきっかけをつかれれ掴めればその次って続くと思うんですよねあこれはダメだったけど前回のダメだったことは生きると思うんですよでもその何もやらなければ前回のダメすらも生きないっていうところがあるんで本当に自分はねこのままじゃダメなんだっていう危機感を持ちながらさらにね もう一つねプラスしてどん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 新しいことに挑戦していくっていうことをやっぱやっていく人になってほしいですよねせっかくこの本業じゃまずいって思ってる わけじゃないですかお金稼ぎたいと思って思っててじゃあね本業のままやってちゃダメと本業むちゃくちゃ頑張ってなあれですけどむちゃむちゃもう本業頑張れないわけですよねじゃあもう本業以外で副業っていうところの別の分野に対して突っ込んでいくしかないわけで,でもじゃあ突っ込む過程でじゃあどういう風な心持ちでやっていくか本、ね、今の仕事と同じ情熱を失ってるんであればもう一回その情熱をこのもう一回上げてやっていく。 そういうことをやっていかなきゃいけないかなと、どんとなると、やっぱり自分がどんどんどん変化して、えー、自分は好奇心を持って、そして強い気持ちを持って、さらにお金を稼ぎたいんだ、絶対稼ぐんだ、絶対ね、自分がもう、こんな会社やめてやるじゃないですけど、そういう気持ちぐらいがないと、やっぱりいかんのじゃないかと思って、で、夜ずっとこの、撮ってたんですけど、<laughs> 夜撮言ったら、確かに声がね、どうしてもちっちゃくなっちゃって、まあ、当然、あれ、ね、他のとこの、 やっっぱ近所迷惑もあるんでいかんでかなと思っててそ,うそ,うでそれもあってなんか朝ならこれ大丈夫かなと思って今朝にね切り替えて「気になる男」シリーズ朝2回目昨日かな昨日と一ととその前からねちょっとこうフリーでいろいろ話せるようにしてやっぱやっぱフリーでどん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 話せるようになったらねやっぱいろんなことを伝えれるしこの「気になる男」シリーズでもね久保さんがねいっぱいいろんなことをお伝えしてくれてるんでそこに対してね拾って返すってことをやっぱやりたいなとはずっと思っててスライドでもできたんですけど。 もうやっぱりどんどんやっぱこういうのをやっていきたいなと思っていてそういうことをねやれるためにも自分がどん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 やっぱりれるようにならないけんし受け取られるようにならなきゃいけないしそしてねそれをうまくね自分の言葉で発信することもできなきゃいけないなっていうところでね本当にどん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 ねいろんな情報を自分もこう入れていこうと思いますしねこうやって気になる男シリーズがねやっぱ聞いていってあこれはねちゃんと いいこと言ってんなとかね、ためになってんなっていうところの放送にもしなきゃいけないなと自分もこう考えてると,いところですね、ここまでね、聞いていただいて本当にありがたいなと思い反面ね、今後じゃダメだなっていう、そのね、両面のところをこううまく考えながらやっていきたいと思います。はい、ということでね、本当に、えー、12月20日ですね、12月20日かな、12月20日。 そ2023年ね、もう年末終わりますしね、もう年末終わってしまうんだけど、じゃあ2023年に向けてね、やっぱしっかりもう一回ね、気合い入れて頑張ると、2022年はダメだった、ダメだ、ダメだじゃないですけどね、ダメだじゃないけど、せめてね、最後の2022年をうまくこう、2023年につながるね、稼ぎっていうのをしっかり見つけていく、そしてね、来年の春とかね、来年の1月、2月、3月に向けてね、しっかり仕込んでおく、もう仕組みっていうところをね、えー 仕組みはいろいろ存在してるんで、あとは自分の中でその仕組みにどうやってね、自分がこう体当たりでぶつかっていくか、当然調べる時間はその人それぞれであるないとかあると思うんで、自分の少ない時間、持っている時間をね、そこをね、こう投入してこうやっていくっていうところをね、やるとまた変わっていくんじゃないかと思いますので、ね、12月20日、えー、久保さんとまたライブやりますのでね、ズームライブ。そこでね、えー、自分のこう、このままじゃダメだっていうね、こう、なんだ渦巻いた心の中にね、 なんかこう、こうじゃダメなんだ、自分みたいなところをね、もう一回ね、こう、動き出して、思い出して、そしてね、動いていくっていうきっかけにしていただければいいのかなと思っております。まあ、ぜひね、12月20日、久保さんとズームライブやりますんでね、また近くなったらね、案内、いろいろしていくとは思いますんでね、えー、もしよかったら、えーまあ、参加してみてください。はい、ということで、ね、YouTube で5年後、0年後も稼ぐ秘訣ですね、本当に、えー、その思いを持ってね、毎日行動していく、そのやっぱ、 気持ちっていうところをまず持って、まずね、そこを持っていかないといけないなと思いましてね。ちょっと今日はね、え気持ち高く高くね、放送させていただきました。はい、ということで168話、こんな感じで終わっていきます。えー、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回も楽しみにしてください。それでは。